はい、こんにちは、ゆげんです。さて、続きやろう。でね、炎のリングを見事取ってきたんだけど、ちょっとね、まだまだ、死の火山だっけ、死の火山に宝箱を取りに行ってないので、ちょっと今からお金貯めがてらね、取りに行ってきます。では、その映像を VTR で 映像を VTR で、まとめましたので、さどうて、ぞ。さて何かな？金でした。はい、宝箱2個目何かな？おいおいおい、罠かよ。はいはい。さあ、ここにある宝何？おう、魔封じの杖だって。へえ。じゃあ、どうしようかな。マリンにあげるか。それっぽいから。ああ、やっちゃった。ああ、いいや、続行続行。よし、ここまで来た。大変だぞ。幽 玄とピエールがいないと。さあ、何かな。お、守りの盾やって。じゃあ、後で、ご主人にあげましょう。さて、ラストかな、これが。どれどれ？金だ、やったー！地味に嬉しい。よし、帰ろう、帰ろう。はい、帰ってきました。いや、なかなかね、油断したところにメガンテ食らっちゃって、危ないところだったけど、みんな頑張ってくれたのでね。よかった、よかった。さて、じゃあ、寄り道をしたけども、ちょっと炎のリング取ってきた報告をしますか。ルドマン、やい。ちょっと、無茶ですって、この任務。なんとって。まさか持ってくるとは思わなかった的なやつか。え？あ、そう。あ、察しがいい。いいね。そういう二度手間とかさせないところを、ちょっと気に入ったわ。え？あーん。めんどくさい。二度手間だったよ、結局。ピエール持つね。はいはい。あ、どこにあるのか知らねえのかよ。 惜しい。 知っとけよ。そっから？はいはいはい。そっからね。月。娘さんの意見を聞きたいところだけど、いない。マジで？アンディの家？あ、そう。アンディの家寄ってやるか。じゃあ、そうだ、寄る前に装備品でも買うか。結構お金貯まったからね。ほら、こんなに。とりあえずいらないものを売っちゃおう。そう、あとこのメガンテの腕は装備しとけって話だけども、なんか、もったいないから、一応今は装備させないでおきます。じゃあ買うよ。まず、三かわしの服だね。これを、マーリンに。あと、あ、売るじゃね。あとどうしようかな。鋼。カメコ、三かわし、まあ、メッキはちょっと一旦置いとこう。ちょっとね、余裕が全然ないから。で、シルクハットをコドランと、コドランマーリンでいいか。ひとまずコドランとマーリンにやって、よし。
んなとこかな。ひとまずこれで。で、あと、他の防具もね、あるけど、まあ、後回しにしましょう。おう、アンディどうした？フローラちゃんは責任を感じてアンディの看病？何？特別扱い？どうした？ユーゲンさん。え？まあ、ご覧の通り、まあ、2周目で死にましたけど。ほっ。わあ。まあ、こうなってくるとアンディかわいそうだよね。もうこの女はね、要するに、現状両天秤かけてんでしょ？え？もう、アンディにも気使うし、ユーゲンにも気使うし。で、最終的に自分がね、都合のいい方を取っちゃうって。最悪だ。さてさて。じゃあちょっと準備も整ったところで周りに行こう。船があるからね。まあ橋やっから北にしか行けないんだよね、この船は。お、海初？海初戦闘。さあ、ホタテ貝超うまそう。おう、いいよ。あれ、あんま効かない。焼いたら美味しいのにな。よしよし、早く倒しちゃって。あー、そうか、防御力が高いのか。タフなやつだ。さてさて。お、めんどくさいな。バギマとか効きそうだな、このフグ。フグも美味しそう。いいね。もう。ピエールと、コドラン、頼む。そう、コドラン、さっき、宝箱取る最中に、火炎の息っていうのを覚えたから、ますます、ますます強いね。どんどん活躍してほしいね。いや、しかしそれにしても今度もし友達ができたら誰を返せばいいんだろう。迷うわ。よしよし。あ、ついにベホマ覚えた。ヒットポイントがね、全回復するといういい魔法ですね。お、門が閉じてるよ。おっとっと、なんだって？くそ、なんだって？無用のものを水門を開けるべからず、用のあるものは山奥の村まで。あそこ？山奥の村までか。何？山奥にある村なの？それとも山奥の村っていう村なの？すごい、確かに山奥にあるのは間違いないけど。さあ、かぼち村といい勝負ってとこかな。さあ、お兄さん、広い畑持ってんね。ああ、名前がない。え、温泉湧いてんの？観光客が来るようなところだったら村の名前くらいつけたっていいんじゃない？ないかな。調べすぎ。どうも。何やる？革の帽子？いらない。壺は？おっと、悪魔の壺だ。マジかよ。なんてもの買ってんだよ、おっさん。こいつ強いぞ。気をつけろ。怖え怖え。顔が。痛い。よし、やり返せ。よしよし、ナイスことだ。うん。いいよ。ふう、おっさんよ。危ないよ。何？こうやって勝手に覗いたやつ対策。困るね。さあ。うん。マジで？あんた村の人ではないの？ちょっとどいて。村の人に聞いてみよう。息子は神父になりてえって言ってんの。
何してんの。おお。まあ神父のこの世界の神父はね、あのデータをセーブするという非常に重要な任務を背負ってるからね、どんどん励んでほしい。お、一枚に武器は揃ってんじゃん。あ、強い武器あるし。なんだこの店、この村。バトルアックス、ハジの剣。いや、どっち、あ、ピエールの攻撃力がすごい上がるからな。ちょっとハジの剣はピエールに買っとこうね。ちょっとその前に防具固めてからにしようね。ん？光の国を作るためといって寄付金を集めてる教団が？まあ、ああ、ありがちだね。まあ、宗教っていうのは、信仰宗教っていうのは基本的に終末論を唱えた上でね。信じた者だけが救われるみたいなこと言うからね。おおお、怖い怖い。深入りしたくないね。すいません。すごい酒場だ。お、やった。送る。ここ温泉でしょ？おお、みんな、あ、服のまま入る。文化なのね、このゲームの世界は。ピチピチやる。古い。うん。あ、そういうの得意。うん、電車とかでもね。うん。正面を向いたままさりげなく見る能力あるから。え？エッチな気持ちも古いよ。いや、そんなことない。そうそうそう。うわ、びちゃびちゃだ。お服びっちょびちょだよ。どうしよう、これ。あれ？この上行ったっけ？もう行ってないって。おばさん、ダンカンさんの娘のビアンカちゃん、おお、聞きましたか、ビアンカちゃんがいるらしいですよ。マジですか。あれ、あそこ上行ったっけ。あれ行ったっけ、ここ。ごめんなさい、忘れちゃった。あ、行ってない。よしよし、誰かにボロンゴに渡しとこう。種を食べるのも後でいいか、めんどくさいから。あ、あれがビアンカ、金髪パスキン、ビアンカさん。おおお、変な宗教やってるんじゃないだろうね。お、やったぜ。普通のお祈りであってよ。送る。マジか、すごいな。ここビアンカの家。こんにちはっす。こんにちはっす。なんもない。おじさん。僕ですよ。パパスの息子ですよ。生きてたよ。うん。いや、それが、カクカクしかじかで、うん。たった一人で頑張ってきてるよ、本当に。うん、まあ、友達いっぱいできたけど。ああ、あのお母さん亡くなったんだ。うん、わからないもんだ。ビアンカ？いたよ？うん。お、来た。そうです。滅ぼされて、うん、あ、さらっとね、きついこと言ってくれね。うん、あ、こんな山奥にもその情報届いてる。マジで。うん、そうだね。そう、それどころじゃないんだよ。そう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 、結婚するためにね、一応ね。おう、おっさんの隣で寝てたのか。なんだこ。何？気持ち悪いんですけど。なんすか。え？え？
マジで。うんうん。ビアンカのことが不憫で幸せにしてやりたい。うん、うん、寝たきりなんですか。いや、そう押し付けられても困るんですけどね。ん？お、ご飯だ。何？うん。え？いや、そういうのは人間とか信用できないんで。ああ、いやだから鍵を貸してくれれば。ああ、怖い怖い。彼女もちょっと怖いな。え？無理やりメンヘラか。わあ、めんどくさい、逃げろ。いやー、そうか、ビアンコを連れていかなきゃいけないんだよね。上がりました。じゃあ一旦ちょっとセーブして気を落ち着けてから行くことにしよう。はい、はい。いや、冷や汗をかいてしまった。さあ、では一旦ここで今回は終わりにしましょう。はい、ではお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。